ってくれてありがとう。ティップスは草津市西大路にある美容室だ。 JR 草津駅前ほか瀬田店など3店舗を展開する。オーナーの林さんはかつて東京でドラマのスタイリストを務めた腕前の持ち主。滋賀にティップスをオープンして21年が経つ。いただいたありがとうメッセージ。小さい子供を連れてのカットにも臨機応変に対応してもらっていつも助かっています。会ってくれてありがとう。ありがとうございます。まあたくさんファミリーの方来ていただいてるんで、小さいお子様もたくさんやらせてもらってます。ママさんスタイリストも増えてきたので、自分のお子様を持ってられるので、そういう対応もだんだん上手になってきたんではないかなと思っております。ティップスには結婚・出産を経ても働き続けるママさんスタイリストが多い。もう11年ぐらい高校卒業してからいるんで、結構優先的にお休みいただいてるんで、すごい働きやすいです。熱子供出たりとかしても融通きいて休ませてくれたりするので、すごい働きやすいのは働きやすいですね。ここにいるハートスタイリスト全員ここで社員として働いてて、で結婚とか出産でハートになったっていう。ありがたい。それはもう本当に心からありがとうございますと思ってますね。10代から預かって、今30いくつになってる方もらえますから、人間的な信頼感というか安心感というか、そういうのは僕の中にもありますね。子供が体調悪い時とか申し訳ない感じなんですけど、だけど全然そのすんなり返してくれはったりとか、そういう気遣いはありますかね。結構なんか職場がなんか息抜きできる空間になってるんで、楽しく仕事できてます。事業参加になったりとかはほとんどお休みをもらえる感じにしてくれます。みんな、はい、そんなにとってやっぱ働きやすい職場かなと私は思ってますけど。小さな会社の見慣れた看板。林さんには思い描く夢がある。スタッフの子供が働いてくれるような会社になってくれれば嬉しいかなというかね。スタイリストの成長とともに、ティップス、会ってくれてありがとう。